はい、皆さん、こんにちは。下田武史でございます。今回見ていく内容は、抗不安薬としてよく用いられているデパスとソラナックスを比較しながら、どういったお薬なのかってことを確認していきましょう。お薬を知ることによって、より適切に使用することができるということで、今回はデパス、ソラナックスについて確認していきます。じゃあ、このデパス、ソラナックスなんですが、どういったお薬かというと、ベンゾジアデピン契約に該当しています。 じゃあ、ベンゾジアデピン契約ってどうやって作用するのかってことから確認していきますが、作用点はギャバ a 受容体となってますね。じゃあ、このギャバ a 受容体なんですが、どういった機能があるかというと、ギャバ、ガンマ、アミノラクサンがくっつくことによって、チャンネルがパカンと開く。でもチャンネルって何してるかというと、イオンを透過させるんですが、 このギャバ a 受容体っていうのは CL マイナスイオンを透過させます。そうすることによって細胞の外から細胞の中にマイナスが流入することによって興奮を抑えることができる受容体となってます。なのでギャバ a 受容体ってなんで働いているのっていうと興奮を抑える受容体として作用しているということになります。 じゃあ、そんなギャバ a 受容体にデパス、ソラナックスが働いていくんですけど、どこに働いていくかというと、ギャバ a 状受容体にはベンゾジアデピン結合部位っていうのがあって、そこに結合することによって作用します。じゃあ、ベンゾジアデピン結合部位にデパス、ソラナックスくっつくと何が起こるかというと、ギャバがくっついたときに、 チャンネルが開くんですが、このチャンネルの開きがより開きやすくなって、細胞の外から細胞の中にマイナスが流れてくる。その結果、より興奮を抑える作用が現れやすくなるということで、ベンゾジアデピン契約は興奮抑制作用があるとされています。じゃあ、そんなベンゾジアデピン契約作用したら、興奮抑制する以外に何があるかというと、抗不安作用とか、 近視感作用が認められるとなってます。で、抗不安作用があるので、デパス・ソラナックスっていうのは、抗不安薬として用いられるとなってるんですね。じゃあ、そんなデパス・ソラナックス脳で働くってことなんですけど、脳のどこに働くかっていうと、海馬にくっついた、返答体と言われるところ。返答を書くとも言ったりするんですけど、まあ、そこに作用しますよと。 じゃあこの、扁桃体、扁桃核なんですが、何に関わってるかというと、情動に関わるとされてます。まあ、上道って言うとね、ちょっと言葉難しいんですけど、快とか不快。あとは恐怖とか不安に関わるとされてますね。じゃあ、デパス・ソラナックスは、扁桃体に働いて何するかっていうと、情動の中でも不安。これを軽減しますよってことで、抗不安作用があるよとされております。 ということで、デパス・ソラナックスってのは、ギャバ A の機能を高めることによって、抗不安作用を示すってことなんですけど、特にどこに働くかというと、会話の横にくっついている扁桃体に作用して、抗不安作用を示すんですよ、とされてるんですね。じゃあ、そんなデパス・ソラナックスなんですが、どういった違いがあるのかってことをですね、次確認していきましょう。ということで、こんな感じですね。 じゃあ、まずデパスから確認していくんですけど、成分はエチドラムとなってます。で、お薬なんですが、どういったものがあるかというと、錠剤は0.25,0.5、1ミリっていう感じになっていて、割とですね、容量調節がしやすい。あと、細粒があって粉なんかも存在すると。まあ、ほとんどね、錠剤で使ってるんですけど、一応粉もあるよねって感じです。で、規格が3つありますんで、調整しやすいという特徴があります。じゃあ、続いて半元気ね。 体から半分になる時間どうかというと、6時間となっています。じゃあ、デパス飲みました。体からお薬なくなる時間はどうなのっていうと、6時間で半分になるんですが、体からなくなる時間はその5倍時間と言われていますんで、だいたい30時間ぐらい経つと、体からなくなるという感じになります。ということで、お薬飲んで体に残る時間どれぐらいかなーってね、気になってる人は、 半減期かける5倍時間の30時間経つと、ほぼ体からなくなるよって感じで分かっておいてもらうといいかなと思います。じゃあ、どんな作用あるのっていうと、抗不安作用ありますよ。あとは催眠鎮静作用がありますよ。そして、筋弛緩作用なんかがあるとされていて、これらは割と強力と言われてます。なので、デパスは、抗不安作用を期待して不安に用いたりとか、 あと、催眠鎮静さ用ありますんで、夜眠れない、なんて場合にも、デパスを使うことがあります。で、それに加えて、筋弛緩作用があるとされていますんで、肩が凝って辛い、筋肉キューってなって辛い、そういった場合にも使うことあるよとされてるんですが、ベンドジアデピン契約は、依存性があるとされてますんで、 単純に肩こりにデパスを使ってると、それがないとやっていけないって状態になりますんで、どうしても辛い時にデパス使うっていうのはいいんですけど、ちょっとした肩こりにデパスを使うのはあまりおすすめしないとなっております。であとは抗うつ作用があるんですが、これはですね、動物実験において、ノルアドレナリンの再取り込み阻害があると言われてます。 で、ノルアドレナリンが再取り込み阻害されたらどうなるかっていうと、ノルアドの作用が高まるということで、抗うつ作用があるということで、動物実験では、ノルアドの再取り込み阻害作用が認められているということです。ということで、抗不安作用とか催眠鎮静作用ありますんで、不安に対して使いますよ。寝れない時に使いますよ。それに加えて筋弛緩作用がありますんで、筋肉キューってなって辛い時なんかにデパスを使うことがあるとされています。 じゃあ続いてソラナックス行きましょう。成分はアルプラゾラムとなってます。ちなみにですね、成分アルプラゾラムのお薬として、ソラナックス以外にもコンスタンがありますねで。コンスタンとソラナックスは商品の名前違うんですけども、中身は同じアルプラゾラムとなってます。じゃあ企画はどうかというと,と、0.4と0.82つの規格があるよとされてますね。で、半減期はデパスに比べて長く14時間となってます。 じゃあ体から抜ける時間どうなのっていうと、これの5倍時間ということになりますんで、だいたい70時間ぐらいかけて体からなくなるよねとされております。じゃあ続いて作用なんですが、葛藤行動寛解作用、潤化作用、そして鎮静催眠作用があるよーとなってるんですけど、鎮静催眠作用はね、デパスと同じ感じでおとなしくなるってことです。まあ、眠たくなるよってこと。じゃあ、 葛藤行動寛解作用とか、純化作用ってどうなのかっていうと、まず葛藤行動寛解作用、ここから見ていきましょう。じゃあこの葛藤行動寛解作用ってどういったものかというと、簡単に言うとこんな感じです。赤いペンがありますよ、青いペンがありますよ、どっちにするって言われた時に、どっちにしようかなーってなるのが、これ葛藤です。で、この葛藤するのをなくす。これが葛藤行動寛解作用となってます。じゃあこの葛藤してる状態ってどうなのかというと、どっちかな、どっちかな、どっちかなって感じで、これ不安な状態と似てるんですね。 じゃあ、この葛藤コードを寛解してあげたらどうなるかっていうと、赤って選ぶ、青って選ぶって感じで、不安を解消することができるということで、葛藤コードを寛解する作用があるってことは、高不安作用があるよねってことになります。で、この高不安作用は割と強いと言われてますね。で、続いては潤化作用です。でも潤化作用ってのはこれ慣れるってことですね。なので、刺激になれます。 例えば会社に行くと変な上司があれやれこれやれってちょこちょこ言ってくるそれによって不安になる気持ちがあんまり良くないってなったりすることあると思うんですけど潤化作用がある場合どうかというと上司が何か言ってきても慣れるんですねそれによって過度な不安状態にならないってことでこの潤化作用なんかも抗不安作用につながると言われていますんで葛藤行動を寛解するあとは刺激になれるそれによって抗不安作用を示すと言われておりますでそのね作用は割と強いと言われてるんですね じゃあ、筋脂関炎はどうかというと、筋脂関炎はそんなに強くないので、コンスタントがソラナックスを筋肉キューってなっている時に使うってことはあまりないよっていうことで、デパスは筋肉キューってなっている時に使うってことあるんですけど、ソラナックスコンスタントはどちらかというと、高不安性を期待して使うことが多いよというね、違いがあります。ということで、デパス、ソラナックスどんな違いあるのかってことね、まとめるとこんな感じですよってことですね。 じゃあ、使うにあたって注意しなきゃいけないことは何かというと、共にベンゾジアデピン契約となっていますんで、依存形成には注意していかなければいけないとされてます。特に長期間使用することによって依存形成しやすいとなってますんで、とりあえずデパス使ってる、とりあえずサラナックス使ってるって人はですね、本当に使う必要があるのかってことを担当の医師、薬剤師に相談してもらって、 減量を検討する必要があります。ちなみに、この依存形成について詳しく知りたいって人は他に動画がありますんで、よかったらベンゾジアーデピン契約の依存を回避するための方法ってね、動画作ってますんで、そちらを参照してください。ってことで、今回はデパス、ソラナックスについて確認していきましたが、どうやって作用するんですかどんな違いあるんですかそして使うにあたってどんなこと気をつけたらいいんですかってことをしっかり分かってもらって、適切に薬物療法を行えるようにしていってください。それではまた。